ベニ州は、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地域県、メトロポールド・リヨンの都市、リヨンの南にある、郊外自治体である、1852年までは、ドーフィネに属していた、ローヌ川岸に位置する、20世紀初頭のベニ州中心部マンゲット地区、ベニ州とは、ガロローマ時代発祥の名称で、ウィニシウスのビッダに由来する。その後、ベニカスに変異し、16世紀には、 ベニシとなった。ベニスからベニスへ変わって現在に至っている。末尾の X はアルピタン語域内での特徴的な名前である。かつては農地がほとんどを占めていた。12世紀にサボヤ博がシャンデュー城を征服し、ベニシュを含む一帯を支配下に置いた。1915年、モンプレジールで機械校として働いていたマリウス・ベルリエは、 ベニ州に隣接する土地400ヘクタールを買い、ベルリエ自動車の工場を建てた。60年後、彼の会社は2万1000人以上を直接雇用していた。1944年5月、ベルリエの工場を含む多くの産業施設が空爆で、破壊された。1963年から1974年まで、ベニ州の爆発的な人口増加は続き、 低所得者用集合住宅が建てられた。これが現在のマンゲット地区である。1981年、マンゲットで都市暴動が起き、当時の内務大臣ガストン・ドフェールは強力な警察の取締りを主張して弾圧した。1983年、人種主義差別反対を訴えるためブールの更新が組織された。同年12月に首都パリに到達した大行進には、 およそ6万人が参加した。これにより、当時のフランソワミッテラン政権は、移民の10年間の滞在許可証発行を認めた。1985年から2009年まで、フランス共産党所属のアンドレ・ゲーランが、ベニ州市長を務めた。2009年6月8日、およそ60人のベニ州議会議員は、公共の場でのブルカ、または、2株着用の現状を調査する。 委員会設置に署名した。レコンバットレッポブリカン D、アンドレゲリンレポイント、19ジイン2009、ブルカ、ウンビューデバーレランス、リュウ89、18ジュイン2009。ありがとうございます。